どうも、ボビー・アートレーザーのボビーです。ねえー、今日は161回目、ね、木曜日、えー、ということですね、作品の話ということでですね、今日はあイヤホンコードクリップ、リップンロールについて、ね、少しだけお話しさせていただこうかなと思います。この放送はですね、えー、大阪のボビー・アートレーザーのアトリエからです、ね、ライブでお届けしております。ね え少しで、ねえー、お付き合いいただければ幸いです。でですね、えー、これです。えー、リップンロールですね。えー、これはですね、えーあのーこ、写真で見たらね、大きいですけどね、<laughs> 実物はあこれです。こうしたらいいかな。 これです、ねえー、コンパクトなものですけどね、えー、これをですね、えーまああのー、まあ開発するまでにねいろいろあったんですけどもそれもともとのきっかけはですね、えー、当時ですね、あのー、スマホを、ね、が出始めた頃ってうか、まあ、ス,マスマホで あの割と音楽を聴く時期がにシフトして頃なんかな、うん、それまでは iPod を、ねえー、メインでえ使ってましてねあのイヤホンをですね iPod にぐるぐる本体に巻いて、えー、カバンに入れたりとかしてたんですけどもおやっぱスマホに音源を入れるようになってからですねスマホでこう聴く時があるわけですね。もう,もう本当に、あのー 音楽端末みたいな感じで、えー、移動する時とかでもねラジオとかラジコとか聞けるんでね、えー、その頃にですねさすがに、えー、あのイヤホンをこうまいていうわけにいかないんでねあの画面使うんでねそれでなんとかならんかなと思ってで、まあ、それでまああの取り外して、えー、そのなんていうんですかイヤホンがですねこう3本になる,なるじゃないですか。でまあ でそれも困ったなと思ってねあのぐちゃぐちゃになるんですねあの2本こう左右のがあってで最後にこうね本体に刺さるっていうんで、えー、こうそれがもうええ感じに絡まとるんですわね。なんとかしたいなと当時思いましてねほんでまあいろいろ試行錯誤してですね,、えーねこ,のまあ、こんな感じでね、えー、3本をね 何とかこうしたいなと思ってね。でですね、えー、いろいろやり始めたんですね最初はもう手作りで何やかんやしてたんですけどもでえー、ねでまあこれやったらあの何ですかあのイヤホンと、えー、同時にですね何ですかこう普段聞いててもあの その取り外したものをなくさなくてもいいというか本体がねここにベロみたいなのねあのタンピアスみたいなのがここにアクセサリーとしてこうつながるんでねまあちょうど一石二鳥やなと思ってそれでまああの最初手作りです手でカットして作ってみたんですけど全然うまくいかないんでねんでちょうどいろんなルートがあて手作りではこれできないんですよねあの抜き型っていうのが必要でですね で、抜き型とかもですね、えー、いろいろね、えー、人を頼ってですね、えー、であのプレスする機会がいるんでねそれでもういろいろな縁がつながってですね、えー、でなんとか形にすることができてですねでまああの、まあ、今はねあのアクセサリーっていうかほんまにあのちょっとしたアクセサリーとしてねとかあのお,お土産代わりにとか。 えー、使ってくれてる人も結構いましてね、えー、非常にあり,がたいありがたい感じでですね、うん、でまあ,あこんな感じで <laughs>、えーねえー、並べたら可愛らしいんですよ、うん、でまあ気に入ってねあの、まあ、いろんな当時はあいろんなイベントとかにも用意してもらうことがあったんで。 でこれをもあの、まあ、小さいんでねで、まあ、持って行って、えー、並べてたんですけどね、まあ、これと黒と、えー、赤がありましてね結構何百個と、ね、あのみんないろんな方が一時期ね使ってくれててすごくう嬉しかったですね。うん、でまあそこからこれをですね2個つないだらあのブレスレットにもなったりするんでね。 えそれでまあ後にですねこういう感じでえ一つのねものをこうあのもう一個のこのバングルをねえ開発したりもしましたねはいでまああのそれそういうリップロールシリーズをですねえ作ってそこからもう何年かかなもう6年ぐらい経つんかなでまあ今,今エアポッドとかいろいろあるんであれですけどもまあこのリップロールをですね ヘア、えー、アクセサリーに使ってくださったりとかね、えー、まあほんに、えー、いろんな使い方をね、えー、してくださっている方がいましてね、うん、まあ今でもあこれは初期のタイプの方かな、うん、ち,ちょっとコンパクトでちっちゃいですね、うんまあ、これ一番僕は個人的には可愛いなと思ってますけど、うん、でちょっと待ってくださいよ でですね, <laughs> ね、えー、まあ昨日ブログの方でもね、えー、リリースしたんですけどね、えー、まあショップの方にも、えー、リップンキーロールで、ね、あのー、そのリップンロールからちょっと進化してね、えー、まあこれはキーケースなんですけども、うん、これはですね、えー、まあ、ちょっと素材は新素材にちょっと変えてね、えー、少しだけ、えー、間でね制作させてもらって、えー、あのー ウェブショッッププにもも、ね、アップさせてもらいましたあのー、ねあのこすぐあの赤のやつはね売り切れたりするんでソールドにすぐなってしまうんでそんな僕もこれ手作りでパパパパパ作れないんでね、えー、作れるタイミングの時にちょっとずつ作ってるんですけどもでまあ,あ普段まあ僕が使ってちなみに僕が使ってるのはもうこれですね <laughs> だいぶテリテリになってますけどねこれまあ,あ僕の 普段のね、ここうやって見せた方がいいかな。うん、こんな感じでねやってますね。はい、でまああのー、本当にね、えー、ボビー・アトレザーのそのハンドステッチをね、えー ののもものでななくてもおなんかオーダーするほどでもないけどやっぱりあの手に入れたいんですっていうこともおよくおっしゃってくれたりしてですねでまあホームページとか見たときにあのこれですねあのなんですかお祝いとか引っまあこれぐらいこれぐらいの時期やったら例えば引っ越し祝いとかそういうのでねえなんかあのついでにこう プレゼントをされたりとか、ねえー、まあ普通のオーソドックスなタイプでね、うん、まあ僕もこう普段毎日ぶら下げてますけど、うん、あのー、いろいろこんなん作りまよ、あのこの iPhone ケースもこれだいぶ僕もあのだいぶいい感じに育ってますけどねでまあ素材はですね、えー、このリップロールの素材はああ、えー、ですよまあ栃木レザーとは うん、言っていうかな、うん、あのよく雑誌とかで、えー、国産のねぬめわのでと、まあ「栃木レザー」って言ったらあなんか割と有名や言うてね、うん、なんか入れますね。でまあそういう、まあ、同じもんです、まあ、栃木レザーっていうですよね、うん、そこから入れてますんででそれを肩でね、えー、抜いてねそこからあ僕の方で組み立てたりねしながら、うん、でまああのー。 いろんなイベントにね出たりとかしてたりしたんですけどもね、まあ、最近ではもうほとんどお、まあ、ハンドステッチの作品作りの方があのウェイトを占めてますけどね、うんあのー、またねなんかプレゼントとかなんかちょっとしたものにね、えーまあ、このねアクセサリーをあのまた、あのー、添えていただければ幸いですまあそれは今日はそんな感じで、えー、リップンロールのお,お話をね、えー、させていただきましたそれではまた。 お会いしましょうボビーでしたじゃあねバーイ